Your stage, Okayama. Okayama Voice Broadcasting. Come on, come on. 井上祭りのモアステージ岡山。この番組は株式会社ライフトランス代表取締役社長井上祭りがリスナーの皆様からのお便りをもとにお届けする番組です。アシスタントの原田紗友香です。祭りさん、よろしくお願いします。お願いします。そしてプラグマガジン編集長山本です。よろしくお願いします。お願いします。ということで祭りさん、はい、先月になるのかな、放送の時では、はい、47歳になられまして、そうですね、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。はい、あっという間ですね。なんかあっという間ですか。最初に松井さん、47歳、2022年の抱負を改めて。そうですね、なんかなんか伝えていける人生を作れたらいいなと思いますけどね。なんか求めるんじゃなくて、こう伝えていける人生ができればいいかなと思いますけどね。まあ、いろんな意味でね。その仕事ではないですね、やっぱり、なんて言うんだろう、自分の人生観であるとか、まあ、自分がその今まで、こう頭を打ちながらも47年間生きてきたなんか経験をやっぱ周りに伝えていければいいかなと思いますけどね。なんか経営の手法であるとか、なんかあの成功事例とかってなんか分からないですけど、まあ、いろんな考え方があるんで、僕はあんまりそれ他の人から聞いても入ってこないんですよ。なんかこの人は成功してるけど、それを自分でそれができるかっていうとなかなか難しいですし、だけど人生観ってなんかその人が本当に生きてきた道なんで、これの方がなんか僕はしっくりくるなと、僕はね、ずっと思ってたので、だから逆に言うと先輩とかから、まあ、まあ周りの同級生もそうですけど、仲間から話をこう普段するじゃないですか、はい、そういう時ってやっぱ人生観についてそんなこと話してる時が一番面白いというか、一番素直に吸収できるんで、だから僕はなんかあえて、なんて言うんだろうな、自分自身がやっぱりそうやって吸収できたことや自分自身が良かったことをそのまま伝えていった方がいいと思うんですよ。その中にはまあもちろんなんて言うんだろう、そういうのが 入らない人も中にいるかもしれないですけど、まあ、僕はそうだったんで、まあ、何が正解ってないじゃないですか、人生は。ですね、やっぱり生きてきた道というか人生観、まさに、まあ、プラグのあの道を作った時もそうですよね、はい、山門が立ち上げの時に、はい、ネーミングを、はい、なんか3つか4つ ね、はい、しっかり考えて、はい、来てくれたんですけど、それを全て却下して、はいはいいやいや、本当ね、あれ10年ぐらい前いや僕 の、 クリエイティブが全然及びませんでしたいや本当なんよ、さやかちゃん知らんま、いや知らなかったです、それは初耳です。あれは山本が考えたネーミングじゃない、じゃないんですね。そう、すいません、いろんなことはね、彼がね、いろんなね、こう知恵を絞って提出してくれたんだけどおちょっとやめとこうよ、やいや、むちゃくちゃ良かったんだけど、はいはい、やっぱり道っていうのはなんかこうそれぞれ10人いったら10通りの道があるし、はいはい、なんかそれにつながるページにしたいっていうのがあって、だってか見る角度も違うじゃないですか、みんな、はいはい、だからその道で行こうということで、あれもスタートしたんで、そうですね、ですよね。さあ、道の企画の大事タイトルの文字、はい、手書きじゃないですか、うんですね、あれは井上グループ の、 その書道にすごい得意というか、はい、はい、あれですよね、ご葬儀の時とか の、 あれを書かれる筆務っていう部署が未だにあるんですよ。おー、これ多分岡山県内全国探してもおそらく総裁業で筆務っていう部署を持ってるのは多分ほとんどないと思うんだけど、はいはい、未だにうちは葬儀の大看板とか、あれはもう全部手書きですごいですね、書道の先生が書く、へー、でその板を削って、はい、機械で削ってまたそれを書くんです、はい、そうなんですか、一件一件全部書くんですよ、すごいですね。だから そこのもう退職したんだけど、はい、結構有名な書道の先生がいて、はいはい、その先生にあれね書いて書いてもらう、そうなんですね。いや、もうめちゃくちゃいい字だなと思ってて、うん、おそらく有名な方が書かれたんだろうなと思ってたんですよ。あれ何だったかな、早島になんとか書道院かなんかってあるわ、パチンコ屋さんのすぐ近くで、そうそう、はいはい、書道学校みたいな、あ、そうそう、はいはい、あそこのなんか結構先生というか、あ、そうだったんですか、もう教えてらっしゃる方なんですね。
あの道は祭りさんのもうその思いが、そうですよ、みんなだから山本が多分考えたんだろうなって思ってますけど。いやいやいや、僕そんななんか手柄みたいに言ったことはないです。それは聞いたことないですけど、決して。いやでもだからその道っていうのも、はい、あ、なるほどってストレートだなと思ったんですけど、 その大事もその寺社の中の執務の方が書かれるっていうところまでできるのがすごい一気通貫してるというか、うん、はい、でもじゃあ松井さん、その今お話しいただいたようなことを、うん、それこそ37歳とかですかね、あの道企画がスタートしたのが、もうその時からもうすでに思いとして、もうちょっと前か、もう10年、ちょうど10年ぐらいやってるよね、多分ね、はい、うん、もうやっていただいてますね。改めてなんかすごいなってちょっと思ったんですけど、そうですね、もう来年ぐらい、来年ぐらいにはもうちょっとやめようかなと思ってるんですけど、ね、あ、ちょっとごめんなさい、聞こえなかった聞こえなかった。その時には僕らの多分額から血が出るぐらいまで多分床にこすりつけてると思うんです。いやでも本当フル株よね。いやもう超長期連載、ね、連載ですね、本当に。多分ゲストさんの数も今まで述べてみたらね、はい、宗教家の方、ね、全国的にも多分なかなか珍しい企画だと思うので、うん、そうですね、まあ、山門がねちょうど話してくれて、はい、まつりさんしかない企画を作りたいんですので、そうですね、確かに、うん、そうしよう、他の方にはできない企画ですね。そうそう、うん、ぜひちょっと今後とも、ね、ぜひいい企画をよろしくお願いします。ありがとうございます、いただいてね、よろしくお願いします。だからそんな感じで、まあ、あのこれからの人生はやっぱりそういう伝えていける、はい、うん、人生でありたいなということで、伝えていくっていうのはやっぱり自分が常に成長してやっぱり意欲を持ってやってないと人に伝えるっていうことはできないんで、そうありたいなと思ってますけど、強くなんか年を追うごとにやっぱり思いますね、そういうことはね。ありがとうございます。今日もじゃあ迷える岡山県民の方から、はい、ね、祭りさんに伝えてほしいという方たちからのお便りが来てますので、はいはいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岡山ボイスブロードキャスティング。はい、それではまずお一人目参ります。岡山市40代会社員チロルさんから。職場にマスクをしない人がいます。全員で12名が常駐している事務所なのですが、その中でワクチンを2回接種しているのは私を含めて10名。マスクをしない S さんはワクチン未接種です。会社規定としてワクチン接種完了者はマスク着用の義務がないので、デスクワーク中はマスクを外しています。デスクから移動する際や誰かと話すときにはマスクをつけていますが、ワクチン未接種の2人も含めた8名が大きな部屋で間隔を取って座っています。これも会社規定で4メートルの間隔を空けておけばマスクを着用しなくていいということになっています。 S さんはデスクではしないし、移動するときや誰かの机の前を通るときにもマスクをつけないのです。もう一人のワクチン未接種者は常にマスクをつけています。事務所の責任者に S さんがあまりマスクをしないこと、たまにつけるマスクが薄っぺらいことに対してクレームを出したのですが、社内規定に照らし合わせた結果、デスク間が4メートル以上あること、マスク着用の義務のある密になる空間や人と話をするときには S さんがマスクをしていること、マスクの種類に違反の定義がないなどから違反に当たらない、だから本人に注意はできないと言われました。S さんにはすれ違うときや私の机の前を通るときなど、マスクつけて、マスクせずに歩かないでなど聞こえるように小声で言っているのですが効果はありません。どうにかして S さんにマスクをさせたいのですが、どうしたらいいでしょうか、というお便りですね。なんかさっきのあの松井さんのお話の後にこれをちょっと今読んでいる自分がちょっとこういたたまれない気持ちに、うん、なったんですけれども、ちょっと規定がでもなんとなく、はいはい、なんでしょうね。まあ、だからチロルさんは結構気にされる方っていうことをですよね。でしょうね、はい、これはさやかちゃん、はい、今あんまり話題に触れちゃいけんやつだわ。さやかちゃん、これは難しいやつだわ。まあ、でもマスクはうちだったらさせますね。あ、なるほど、もう皆さん、でも規定はもちろん、うちもあのそれこそ2年前コロナが、はい、それこそ中国から武漢肺炎ということで、なんかこう話題でこうニュースに出だして、で年明けぐらいですか、1月2月ぐらいからなんとなくこう出てきて、おいこれ大変だなということで、3月4月ぐらいにはもう結構な数で出てましたよね、あの関東とかあっちの辺がね。まあその時に実はすっごい細かく規定作ったんですよ、うちも。そうなんですか。会議はこうあるべきっていう、結構あの僕とそれから他の役員と人事部の部長と一緒に作ってそれ流したんですけど、それあくまでも規定なんですけど、
だからそこを照らし合わせて大丈夫っていうことじゃなくて、はい、全体的ななんかそのなんて言うんだろうな、みんなのバランスとかそういうことを見て、いいか悪いかで別に判断すればいいと思うんですけど、だからうちはその規定の中ではまあ違反してないからこうですっていうことは言わないですね、僕はね、うん、だって正直みんなマスクして仕事してますし、はい、うちなんかなんか4メーターぐらい以上間隔があってもマスクしてますし、あ、うん、なるほど、じゃあこれはもうする側のマナーとしてやっぱりした方がいいんじゃないのかなという、会社の規定がどうかなと思いますけどね、まあまあ、いろんな会社でいろんな規定があるし、どれが正解とかではないですけど、はい、だって感染予防するんですから、はい、ワクチンしてるしてないじゃなくて、うんうん、マスクをするかしないかの議論じゃないですか、これ。そうですね、だからその上司もこの規定がこうだから違反してないからマスクは大丈夫よ、はめなくても大丈夫よっていう答えも僕はどうかなと思うし、うん、だってマスクで結局あれじゃないですか、濃厚接触者に当たるのは、はい、マスクをしてない状況がある人は濃厚接触者に当たるわけですよ、はいはい、ということは一緒に食事をしたかしないかなんですよ、うん、基準が。だから距離が短くて一緒のテーブルに座っててもマスクをしてたらならないんですよ、うん、なるほどなるほど。だからうちも本社は食堂があるんで、はい、その食堂はパテーションももちろんしてるし、はい、その一つの席に通常4人座れるんですけど、それを半分の2人にしたりとか、うん、マスクはもちろんまあ食事なんで外さないとダメですけど、密にならないようにはしてますけどね。なるほどなるほど、なるほど。だからまあ規定、そうですね、ただまあここは会社の考え方なんで、うん、はい、おそらくチロさん多分むちゃくちゃ腹立ってると思うんですよね、はいはい、だけどもう言われたら仕方ないですよね、これをさせる方法っていうのは、うん、もうチロロさんが直接本人にきちっと話をして、うん、いやこうこうこうだから会社の規定はあるけれども、うん、私だけじゃなくて、まあ、みんなもそう不快に思ってる人もいるんで、うんうん、こういう一緒の共有をしてる環境にいるんだから、はい、マスクをもうお願いだからしてくださいということで、うん、もう話するしか多分解決方法がないですよね。そうですね、これ多分何さんですかね、マスクしてない S さんか、 S さんですね、 S さんは多分マスクしたくないんですよね、これ、うん、そうですね、そもそもが必要以上まあしたくないっていう、うん、ですよね、最低限は、はい、うん、多分、まあ、S さんに話をしてもおそらく、まあ、規定がこうだから別に違反はしてないってなったら、うん、もうそれ以上言えないですよ、そうですね、うん、確かに、うん、そこで終わってしまうけど、まあ、そこも含めて一回ご本人と話するしかもう道を残されてないんじゃないのかなっていうことですね、うん、そうですね、だから自分がマスクしてるけどこの S さんがしてないからなんか嫌なんですよね、そうですね、多分その飛沫がとか、はい、いうことですよね、うん、まあそうですね、なんかまあガイドラインとかレギュレーションの問題よりもなんかもう日本の場合はエチケット的にね、どこまで受け止めてもらえるかみたいなとこもありますけど、うそうですね、はい、多分 S さんは嫌いなんでしょう、みんなのことが、そうですね、いやでもチロルさんが基本的には正しいと思いますね、あ、この場合は、うん、はいはい、でこのチロルさんの考え方がおそらくこの世界で見た中で、うん、日本が感染者を抑えれてる理由の一つだと思いますよ、やっぱり、なるほど、うん、列を一列並ぶとか、はいはい、周りがマスクしてるからマスクしようとか、うん、自分はこうしたいけどそれ抑えとこうとかっていうのが多分日本民族のやっぱり DNA という考え、うん、そうですね、民族性なんで、うん、だからそう考えるとそうなんでしょうけど、まあ、必ずしもそれが全てそこに当てはまるかっていうと難しいね、個人間の話になってくるね、これって、うん、だからまあこの会社での規定で言ったら、はい、まあ、チロルさんの話も分かるけど S さんの話、 S さんも間違いではないっていう、そうですね、違反してないんで、うん、まあ、違反してたらそもそもこの S さんが多分上司から叱られてるもんね、まあまあそうですね、うん、だからそういうマスクをしなくてこの環境ちょろちょろしてるっていうことは、うん、そういうことじゃないですか、うんうん、難しいですね、まあ、これどうにかして S さんにマスクをさせたいのですがどうしたらいいでしょうかっていうのは、はい、だから
社内規定でどうこうだったらやっぱもうエチケットの話にするしかないですよね。その気持ちを分かってもらうとか、いやその社内規定で歯を磨くことって書いてなくても磨けやっていう話じゃないですか。通常で言うと磨いてなかったちょみんなのためにも歯を磨いてくれやって言ってるような感じもしますよね。ぜひじゃあ平和的にねチェロルさんがお話しすることによって解決したらいいなと、しっかり、はい、もう直接話するしかないでしょうね。もう上司に言ってダメだったんでしょ。確かに、うん、そうだと思います、うん、喧嘩になりますよねこういうのって多分、まあ、多分ね。でももともとね多分コミュニケーションが取れてないんじゃないかなと思う。チェロルさんと S さんがおそらくあのすれ違う時とか、はい、机の前を通る時など、うん、マスクをつけてとか小声で聞こえるように、うん、このチェロルさん言ってるらしいんですよ、うん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 、なんかそれも結構こういがみ合ってるというか完全に冷戦状態ですね。空気悪いんですよねすごい、うん、そうですね。多分あんまり仲良くないんでしょうね。まあまあそうですよ ね, ね、うん、ぜひちょっとね平和的解決を、うん、そうですね、はい、マスクをさせたいんであれば仲良くしましょうかもしれない、うんね、だから個人的な個人的な考え方ちょっと外した方がいいかもしれないですね、うん、会社だからあなたがはめてないのは規定で違反ではないけれども、うんうん、まあ、大体この環境で見た時にはこうだと思いますよっていう理由がもし見つかれば、うんうんうん、そりゃそうだなってなるし、ね、多分個人的な話だったらおそらく多分なかなか受け入れてくれないんじゃないかなと思いますけどね。難しいとこです、はい、ちょっとぜひじゃあチェロさん参考にしていただいて、はいはいはい、ありがとうございます。それではお二人目参ります。倉敷市60代パートかなこさんから、息子に勧められて番組を知りいつも興味深く拝聴しております。私には長男と娘がいます。長男は結婚して子供も2人、それなりに結婚生活もうまくやっています。相談は次女のことです。今年で36歳になる次女は、これまで結婚という話もなく、親としては心配でやきもきしておりました。しかし、3ヶ月ほど前、婚活サイトか何かで知り合った人とお付き合いを始めたみたいで、今結婚も考えているから紹介したいと言われて戸惑っています。相手の方に問題がなければとても喜ばしいことなのですが、そのお相手というのが離婚歴のある50代間近。しかも高校生と大学生の子供が2人いる方なんです。私たち夫婦ももう70代目前という年ですし、お相手がそんなに年上だと介護の問題も気になります。しかも次女に対して欲しいというものは何でも買ってくれたり、デートの時にはご飯を作ってくれたりするらしいのです。女性に対してそんなにしてあげる価値観もよくわかりませんし、私には彼が浅ましく感じてしまいます。次女は嬉しそうに報告してくるのですが、何とかして別れてくれないかと思っています。次女にそう伝えて、このままあなたが結婚するなら私は不幸になるとまで言いました。大丈夫ですか山も。はい、続けますね。でも娘は納得してくれません。彼がこんなに優しくしてくれているのは私を大切に思ってくれているからだし、お母さんは結局私がそんな風にしてもらっているのが気に入らないだけなんだと辛辣なことを言ってきます。どうすれば素直に別れてくれるのでしょうかというお悩みで、ちょっと2人ともいや難しいですねあの、まあ、好き同士なんで、これはこれかなこさんお母さんですよね。はい、お母さんですね。お母さん難しいんじゃないかなと思います、ね、この番組もうすごいお便りくださるのありがたいけど、なんかもうあれですね、やっぱミノモンタの思いっきり生電話がなくなったからまつりさんに代わりにみんな質問を送ってきとるな。これはいや、しかもちょっとこれ番組ってこの番組っていうこと、そうですそうです、この番組宛てですよ。 ありがたいな。私もちょっとびっくりしたんですよ。60代の方からのお便りって多分初めてだと思うので、嬉しいですね。はい、うん、いやこれちょっと気になったのが、はい、デートの時にはご飯を作ってくれたりします。外食じゃないんだ。外食じゃなくて、あ、まあ、外食する時も多分あるのかもしれないですけど、うんうん、そのおそらく相手のお家とかにいた時に作ってくれるのかなみたいなって思ったんですけどね。めちゃくちゃいいじゃないですか。めっちゃいい人ですよね、お相手の方、うん、いや本当にそうですよね。私はもうぶっちゃけなんでこんなに親が反対してるのかなと思うんですけど、うん、だからそれは年齢差、まあまあまあ、え50代マジか、50代マジかって、はい、50代マジか、あ、失礼しました。いやいや一緒ぐらいってことね。そうですそうです。僕とそういうことです。48とか9とか。え、でも全然よ、はい、まだ40代っていうことですよね。そうです。40代と36歳全然良くないですか。ありで、ありですよね全然。多分離れてても一回り。はい。離れすごい離れてても一回り。一回りぐらいです。だったら48ぐらいですか。そのぐらいです。ぐらいなんで。うん。いやいいん、でもその、うん、高校生と大学生、これはねお母さん恋愛なんでね、はい、
このままあなたが結婚するのは私は不幸になる。これはあんまり言わない方がいいですけどね。そうですよね。だって多分ね、次女、娘を分かってないですよね。多分こんなこと言われたって、なんでお母さんに言われるかこんなん分からんってなって、逆に閉ざしますよね。そうですよね。おそらくお母さんに言ったらこんなことになるし、はい、もう何も言わんとこって絶対なると思うんで、逆にそういう方が、はい、だって仮にこの彼と結婚した後に、はい、まあ順風満帆に行くわけないじゃないですか、うんうんうん、結婚生活もそうですし、何、はい、かあった時にやっぱ相談できたり頼りになるのってやっぱ家族なんですよ、身内なんですよ。だからこの娘さんが本当に今後この彼と、はい、まあ、結婚するしないは別としても、うん、なんか悩みが、その付き合ってる一緒におる時に悩みがある時の相談場所ってやっぱりお父さんじゃなくてお母さんだと思うんですよね、何でも話ができる。だからそこはちょっとこらえて、逆に娘のことを思ったら、はい、開いてあげてた方がいいとは思いますけど ね、はい、ね、多分閉ざすともう多分娘さんからそんななんか悩みがあったりしても、うん、まあ、まあお母さんに反対されてるから、まあもうちょっとここはもう我慢しとこうとかなって、なんかすごい喧嘩になったりとかね、大変なことになったりとかするよりはそっちの方がいいんではないかなと思いますけどね。まあ、僕もちょっとさやかちゃんもまだね、そういうのはだいぶ先でしょうけど、はい、まつりさんはもう成人されたお子さんがいらっしゃるから、そうですね、ひょっとしたらね、なんかお相手を連れてくる時もあるかもしれないじゃないですか。もちろんもちろん。ってなった時には、でもあれですか、もうお子さんが認めたんだったらっていう。あ、それはね、はい、いや、あのもうかけ離れて、はい、なんかチースみたいなんで来られると多分大喧嘩と跳ねるけど大喧嘩だよ。いやいやいや、本当になんかこうそんな挨拶して最初からタメ口で来られたりとかするとちょっとわからないけど、それは論外ですね。年齢どうこうじゃなくて、それは論外ですね。僕は、まあ、ちゃんと一般、はい、一般社会の常識であるとか、はいはい、人と接する時のコミュニケーションであるとか、うんうんうん、まあ、その辺がしっかり、まあ、普通にできれば、はい、まあ、僕はいいと思いますけど、はい、なるほど、なるほど。だって反対したって一緒じゃないですか、うん、まあ、そうですね、うちの娘がじゃあ僕が反対して別れる、うん、あれもないですし、うん、それだったら、まあ、殻の中で反対してるけど、はい、もうそれは多分もう受け入れますね。なるほど。どっちみち最終的に会わなかったら多分娘の方が別れると思うし、娘がね、はい、自分で解決するしかないし、頭打つんでしょうから。でも親の役割としてはもう受け入れるというのが一番、僕はね、だけど、まあ、かなこさんはすごい心配なんでしょうね。まあ、この気持ちも分かるけどっていうところですよね、まつりさん。まあ、離婚歴があるっていうことは、ひょっとしたら2回目も離婚するかもしれないっていうのはもちろんあるかもしれないんで、まあ、その辺の不安や、はい、そういうのがあるんでしょうね。うん、でも解決方法もないでしょ。そうですね。だって娘さんはこの彼氏のことがむちゃくちゃ好きなわけですから、はいはい、だって自慢してくるぐらいでしょ。そんななんかこういうことがあったんよとかっていう話があるぐらいですから。なんかこのお話を母親にするのってちょっとこう安心させたいっていう気持ちもあるんかなと思ったんですけど、娘さんが、うん、こんなに私のこと大事に思ってくれてるんだよって言いたいのに、それを言ったことによって余計になんかこう変な印象を持たせてしまったみたいな感じなのかなっていう。でもあれですね、松井さんがおっしゃる通り親の思いもあるかもしれないですけど、うん、娘さんの幸せを思うんだったらちょっとこうグッとこらえるところもかなこさんが必要なのかもしれないですね、うん、だと思いますね。でそれ言うんだったらもうお母さんとかが見て、はいはい、そこで 100% の評価、まあ、評価というか、まあ、お母さんの その自分が思う、うんうん、その娘の旦那さん、はい、像にはまらないと結婚できないっていうこと。だってどんな人連れてきた時、ね、そこにはまらなかったら多分反対するんでしょ。そうですね、うんうん、それは良くないな、うん、だから今は今現状の娘の幸せは何なのか、はい、ということから考えたらどんなですかね。そうですね、うんうんうん、自分の感情じゃなくて、うんうんうん、自分の感情思いではなくて、
娘の幸せが何なのかっていうことを考えたら、うんうん、多分答えが出ると思います、うんうん、そこはまあちょっと抑えた方が、うん、いいとは思いますけどね、うん、まあ多分むちゃくちゃ可愛いんでしょう娘のことが、まあねうん、心配なんでしょうね、うん、だと思いますね。わ、うん、かりました、ありがとうございます、はいはい、じゃあ最後の方ですね。岡山市20代アルバイトマナカナさん。今ちょっといい感じの男性と2人で初めてご飯に行きました。付き合ってはないのですが、お互いに好意があるというのはなんとなく分かっているぐらいの関係です。私からも少しアプローチをしていて、相手からの好意も感じる。それで彼が誘ってくれて初めて食事に行ったんです。その時の食事代が割り勘でした。会計の時に彼が先に自分の分を払っていたので、あ、割り勘なんだという感じで、もちろん言葉には出していませんが、普通に自分の分を払いました。こんなこと思うのはダメかもしれないのですが、初めてのデートぐらい正直おごってほしかったです。もし付き合うようになっていたら割り勘で全然いいんです。でも初めてのデートが割り勘というのは、ちょっと男気も感じられないし、なんかケチなのかなと思い、ショックでした。話をしていて楽しいし、もともと好みのタイプなので、それ以外は引っかかるところはないのですが、これだけのことでちょっとしまい、ちょっと冷めてしまい、とても残念です。私の心が狭すぎるのでしょうか。ご意見ください、という、はい、最後はこんな感じですね。まあ時代でしょうね。いや時代でしょう。待ってました。待ってました。時代は渋いね。待ってました松見さん。はい、ありがとうございます。俺も割り勘にしようかな。ね、いや楽ですよ。それは割り勘の。ね、えでも僕らほんまに若い頃でも、はい、例えば10代の頃とかでも、はい、財布に本当お金がなかったら行かなかったね。あ、腹減ってても断ってた。すごい徹底されてますね。なるほど、溺れないんだったらってことですか。もう行かない、明るいじゃないですか。なるほど。いやでも何遍もありましたよ僕、10代の頃とか、まあ、例えば後輩とかもそうじゃないですか、はいはい、うんうんうん、あの連絡あったら、はい、あのバッティちょっとさっき飯食ってしまったんよとか、食べてないのに本当はもうお腹ぐるぐるなってるんだけど、ありましたよそういう時。いやすごい、これ時代なんですかね。時代でしょうね。でもうちの娘が今22なんで、はいはい、聞いたんですよこの間、なんかそんなことよく聞くんで、ほうほうほう、なんか今割り勘みたいな、はいはい、え全然違う、うちの周りっていう。え、どんなってるんですか。全然その怒ってくれるっていう。あ、そうなんだ。男友達が割り勘っていうのは今までないっていう。へえ。友達、本当の友達でも、はい、なんかこう割り勘しようやっていうのはもうほぼほぼないっていう。あ、そうなんですか。うん、いや、まあ時代もあるし、うん、何なんだろうな。まあ親じゃないですかやっぱり。親？だってそこを。親の教育や自分の周辺で人間って育っていくじゃないですか。だから多分その友達周りが割り勘だったら割り勘が当たり前になるんじゃないですかね。ああ、なるほど、それはあるかもしれないですね。二通りありますよね本当に。なんかお金出すのがなんか惜しいなって思って、うん、ケチな気持ちで割り勘する人と、うん、なんか割り勘が当たり前になっとるからそんな別におごってもいいけど、うん、なんか割り勘みたいなのがあると思うんですけど、まあ僕はもう割り勘っていう概念がないんですよ。さすがっすね、うん、いや、さすがです。いや、ないですね。ないですけど、ね、ちょっと思ったのはこの初めてのデートが割り勘というのは男気も感じられないしっていうじゃないですか、うんうん、もう最近本当思うんですけど、その何ジェンダーのことで、うん、なんかちょっと女性がなんか下になってるような歌の歌詞もダメな、昔の漫画の表現も映画もダメって言ってるのに、ここで男気出すって思って、絶対にマナガナさんはジェンダーフリーみたいなこと言ったらいかんよって思いますよね。なんか徹底しないと、それだったらなんか松井さん思いましたよ。なんかこれはダメだけど、これは本当はそこってなんかあれなんセットなんだけど、これはいいけどこれはダメっていう考え方でないよな。意味わかりますよ。なんか女らしさを求めるのは NG なのに、うん、男らしさを求めるみたいなのはダメだよってことですよね、山本が言ってるのは。いや、そうですそうですそうです。それはもうこれはもうきっぱり割り勘でいかないとだから。うん、これは厳しい。いやだから、ま、マナカナさんがその彼のことをそう思えばもういいんじゃないですか、別に合わなくて。そうですね、確かに。マナカナさんのその価値なんだから、うんうん、そうですね、うんうん、私もそう思いました、うんうん、もう早めに気づいてよかったんじゃない。そうそう、何とも思わない人もいるしね。はいはい、うん、あ、それを普通に受け入れるっていうことですよね。そうそう、割り勘とかも全然、うんうんうん、そう思わない子もいると思うけど、うんうん、
多分マナカナさんは なんとなく昔かたぎというか、なんか男みたいな人が多分引っ張ってくれる人が好きだと思うんですよね。そういう人探せばいいな。でも多分割り勘、この初デートの割り勘 OK な女の子の方が多分少数派な気がしますね。でもなんとなく、うん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 、そうなんです。多分ね、本当に少数派でしょうね。めっちゃ思うんですけど、これ初デートだからダメなんですよ。付き合ってて何回もご飯行ってる相手だったら別に割り勘でいいって多分マナカナさんも言ってる。でも初デートをおごる人はずっとおごると思う。多分、うん、絶対、本当ですか。だって初デートだけ気利かして初デートだけはおごるけど、はい、あと割り勘ねっていう人も多分おらんと思う。本当ですか。割り勘するのはずっと最初から割り勘だと思う、そういう人。いやいや、おったんですよね。ほんまにおりました、おりました。一緒ぐらいの年で。あ、そうです、そうです。あ、そう、うん、まあ、自分全然もうちょっと年が、年代が違いますけど、マナカナさんとは、うん、最初付き合う前とかはまあ出してくれるけど、うん、付き合ってこうちょっと経ったらだんだん割り勘になってくるみたいな。いや、もうこれ分かったわ。あ、そうなん。分かった。運命見ようって分かったわ。マナカナさんはまずこれ自分を反省せんといけんわ。何？割り勘にさせられるような会話しかできんかった、マナカナさん。価値が。いや、もう価値が、ね、気をつけようよ、発言に。あげようという気にすらさせられなかったって思わんといけんこれを。楽しかったら払いますよね、男性はね。ありがとうという意味も込めて。でももう松井さんはそんなん関係なく、やっぱりこう女性と食事行ったら男が払うべきだっていう感じで今まで。そうですね、うん、だから男って荷を背負う生き物なんでね。だからそれを背負うっていうことで言えば、はい、やっぱこう背負う、はい、こうものが重たければ重たいほど脚力が育つじゃないですか。歩けるわけですよ。なるほど。そうだから僕はそうですよね。おー、うん、でもあれですね、おごりますけど結果としては、うん、ほんまに話が面白くないし、もう礼儀も何もなってないような女の子だったら、うん、これ割り勘したのかなって一瞬ちょっと頭よぎりません、なんか。あー、帰るね途中で。なるほど。帰ります。もう帰ります。帰ります。帰ります。そうですね、完全に帰りますよね。あー、分かりました。なんかあれですね、結構だから うち例えば娘とか友達とかで僕が知ってる、はいはい、お店にご飯に行ったりすると、はい、それそこの責任、あのそこのオーナー、まあ、店長とか連絡して、はい、もうお金お俺が払うから言ってやったこともある。すごい、そう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 、かっこいい。いやいや、かっこいいですね。かっこいい。いやでもこれもまつりさんが払っとってあげようと思える人だから払っとるわけだよね、うん、そっか。マナカナさん、ちょっと反省しましょう、これ。そっちですね、そうですね。だから、まあ、思わぬ矢が飛んできた。これがもうそう思うんだから、うんうん、もう冷めてるんですよ。だから、うんうんうん、だってこの人が怒ってたら絶対付き合ってるでしょ、うんうん、100%。そうですね。だからそこの価値なんだから、もうマナカナさんもこの人とはもう連絡をしなくて、はい、新しい人を探してください、はい、縁がなかったということで、はい、いや、いいと思いますよ、こういう基準持ってるの。ダメだと思う必要もないってことですね、マナカナさんご自身が、うん、だからまあこの彼も別に間違いじゃないと思いますよ、うんうんうん、それはもうみんなね、それぞれ価値観が、うん、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、松井さん、じゃあ今年もね、あの新年スタートして、そうですね、はい、また今後とも、ね、はい、よろしくお願いいたします。飛ばしていきましょう。はい、はい、じゃあモアステージ岡山へのお便り、メッセージは岡山ボイスブロードキャスティングのホームページからお寄せいただければと思います。松井さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。モアステージ岡山、岡山ボイスブロードキャスティング。